疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと今日はなんとたまたまテラインさんが僕の現場に来たんですよ。いいね。ちょっと、はい、後ろにちょっとバレちゃうんであれなんですけど、今ちょっとテラインさんが営業の人とちょっと打ち合わせしとるんですけど、でもその最中にちょっと僕抜け出してきて、ちょっとドッキリを仕掛けたろうかなと思って、はい、なんと、まあ、タイトルなんですけど、テラインさんの車で AV 大音量流してみた。最近ちょっともう相談を受けて、なんか YouTube のなんか視聴率の悪さとかも登録者も増えんって言っとるもんで、僕がなんかそのなんか増やす機会を与えてあげようかなと思って、寺井さんに逆にですね、毎回ちょっと爪痕残せとか言われとるもんで、だってちょっと貢献してあげようかなと思いまして、でもうちょっと寺井さん車から離れたもんで、車が結構近くにあったんで、鍵もちょっとカバンから取っちゃって、でこれ寺井さんがよくも iPad なんですけど、これあの人絶対仕事帰りとか車の中乗ってるこれで音楽聴いてるんですよ。あ、そうなんですか。はい、なんでこれで AV 検索して大音量にしてそれを乗ったタイミングで流したろうかなと思って。いや、絶対忘れますよこれ。でこれもう Bluetooth つなげてるもんね、いつもちょっと持ち出しても大丈夫なんで、ほんと乗るタイミングでちょっとやっちゃおうかなと思いまして。サイバーはやっぱ Q とか結構ボリューム低いんですよ、最初に、で前テラインさんの車乗った時に結構10とかでも結構音楽がガンガン流れてたんで、これをなんといきますよ。でれれ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 れちょっと切りのいい30ぐらいにしとこうかなと思います。結構やばいと思いますね。さっとそしてよっしゃこれで、であとはちょっと来るのをどっかでもうすぐしたらもう帰ってくると思うんで、そのタイミングでちょっと撮っていきましょうか。ちょっとやっていきますね。クリアマジで時間が気をつけてもいいか、乾きとかですか。白くなっちゃうんで。ああ、了解です。今上から上塗り塗っていってるんで、綺麗なとこで拭くんですね。もう行くわ。行くっすか。うん、あれ今もうちょっと待って。ああ、全然大丈夫ですね。結構遅れてる。いや、ああそんなことないですね。いや、一応できるところ先にやって、まあ、自由に行くわ。ああ、ほんで、あの営業で来い。ああ、了解です。焼きまされもらったら連絡入れて。ああ、わかりました。行ってきます。お疲れ。お疲れです。気をつけて。はい、はい。今から尾行していきますね。ちょっとついてきます。あ、いいですね。行ってやるぞ。あ、今電話しますね。もう運転席になります。こいしょ。ちょっと何これ。
どうしました？どうしましたじゃねえって。どうしましたか？どうしましたか？お前。え、どうしました？な、ベタベタだろ。どうしました？お前どうした？お前何もないって言ってんだ。これ、なんですかね？これなんであるんですかね？ちょっとお前。どうしました？画面見て。何が流れました？何が流れました？え？どうしましたか？この前俺のロックの番組だったんだ。はい。いや。てないですよ、前、生年月日しとるって言ってたもんで、ちょっと。よくわかんだろ、お前。え、お前こ、え、どうしました？面白かったっす。こぼしとる。やばい、こぼしとる。もうやばいだろ、お前。え、そんな流れました？それはあかん。そんな流れました？いや、え、最近なんかもう YouTube 伸びんとか言ってたもんで、ね、ちょっと面白いことないかなと思って考えたんですよ。そしたら、思いついたのが、ヘラインさんのアイパッドで、おっ、買ったばっかりだぞ。大丈夫です。まあ動画が伸びれば結局はチャラになるんです。これも。あ、そういうこと。そういうことっす。あの、もう悩んでたもんで。ちょっと俺もし。やや。まあ。大丈夫。どうしました。どうしました。え？いや、使えないって。はい、普段そんなの見てないよって。普段じゃ見てないって言って、家って思われてたんじゃん。だって、ヘラリンさんは、はい、そういう動画見てませんって、ちゃんと言って作って言った方がいいですね、じゃあ、あえて。何作ってはい、ヘラリンさんは、普段から見てますと。ヘラリンさん、はい、動画もやってますけど、はい、まあ、真面目なね、はい、動画もやってますので、そうですね、普段チャンネル登録と、いいねと、コメントね、はい、お願いします。マジでお願いします。、はい、そうですね、お願いします。また見てね。はい、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 終わったっすよ。とりあえず終わったっす。はい、もういいです、大丈夫。Yeah.